どうもこんにちは、ゆきじやです。今日もペナントやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。なんかオリジナル選手登場することになってた。危なかった、忘れた。いきましょう、よろしくお願いいたします。そんな感じでございまして、調査力 A の人に試しにしてあります。はい、どんな感じになるんでしょうか。狩りの次側、登場選手は多分少ないと思うんだよね。ただ能力先が少ないんじゃないのかなと思いまして、やらせていただいております。はい、まあ、ピッチャーを取らなきゃいけないんで、今回10人取りに行こうかなと思っております。はい、お願いします。もう金は無限にあるんで、そう、縛り内容を一つ付け加わせていただくんですけども、自由契約の部分で金が高い外国人取れば一発でいけるじゃんと思っちゃったんで、外国人獲得なしとさせていただきます。お願いします。はい、ただ他球団は外国人枠なしにしておりますので、間違いなく他球団は無双できるんじゃないかなっていう感じでございます。ミコ強いの。おー、のりさんいる、こんにちは。おー、岩原強ない。これは岩原強ない。パワー除けば、パワーだけカットすれば最強やん。強いな。まあパワー別になくても最強なんだけどね。ショートいないし、全然取りに行くのありだわ。取っちゃうか。お、今ね、ギータがヒット打ったね。コンちゃんうめえ。コンちゃんからでギータ、えぐいな、ほんとに。クリリンに、なんか、回せばもう点取れるみたいな感じだもんね。栗原さん今、2本目ホームラン。あ、ちなみに今日4月の1日でございます。今野球見ながら動画撮らせていただいてるんですけども、今クリリンの座席だね。目の前に iPad 置いてある。今、広畑さんにピッチャー変わりまして、やらせていただいて、中継させていただいてるんですけども、まあ、かなりね、面白い試合になってますね。いや、藤井小屋さん結構えぐいね。マジで。先発で、8回投げる時の投球されたら、それ打てねえよ。さっき安田さんが初ヒット、ロッテ側の初ヒット打たれてましたけど、そうね。まあ、とりあえず、あれだね。岩原だね。ノリさん行きたいんだけど、ノリさんに行くの全然ありだと思うんだけど、俺は岩原推し。オッケー、叩く！ノリさん、待って、ノリさん、取らないで。ね、いるよね。すいません、すいませんでした。三河ってどうなのかな、三河盗塁日確定か。ファーストで盗塁日確定。取ろう。で、ここでピッチャー行こう。ここでピッチャー。ここピで、球種多い人。球種も多い。いや、違う。コントロールいい人にしてみようか。コントロールがいい人。17歳、愛媛、モーセ。3位じゃないだなぁ、これ。これ3位じゃないなぁ。4位だなぁ。変わんねえけど。大して変わらんのやけど、4位だなぁ。これってのがいない。野手は？パワー高い人がいる？セカンド。まあ、これも取るなら4位だよな。取るなら4位なんだよなぁ。あ、この子取るか。甘みや。雨宮、で、ピッチャーでコントロール行こう。この子との4位。で、5位で、なんかいい子いれば。5位で残ってれば。なんかいい感じの子残ってる。22歳。この子なの、中条くん。中条くん取ります。野手で、なんかいい子いれば、その子取ります。はい。いないね。もう、さすがにもういないよね。さすがにもうおらん。彼良さそうだな。清田取ろう。清田取ります。で、ピッチャーを、あとはもうピッチャーを適当に取ります。はい、年齢若い子いこうか。そしたら年齢の若い子で、そこそこ良さそうな子、若い子でそこそこ良さそうな子って言ったけど、そんなにいねえな。自由契約取るか。ごめん、みんなちょっと方向変えます。この子だけ取って、野手でいい子いなければ、もう私は帰ります。はい、私帰らせていただきます。はい、あ、でもこの子だけ取ろうか。この子だけ取ります。はい、で、このままあとは自由契約に振らせていただきます。お願いします。お、栗原さんがフォアボール選んだ。マッキーだよ。ここでノーアウト満塁でマッキーよ。これは点取れたわ、さすがに。 あとは帰国選手も取りません。はい、取ったら割と永遠と枯れちゃうんでやめます。はい、 FA と一緒です。行きましょう。岩原。俺の岩原。はい。俺の岩原は、どうなんでしょうか。はい。牛若丸。強いんじゃねえか、これはかなり。はい。次、三河。
2位三河と、はい、こんな感じ。強そうだけどな。2番になってほしい。アメミヤは初級持ってます。はい、いいと強いでいいな。百瀬コントロールがいいです。はい、ありがとうございます。中条逃げ玉持ちは確定。いいね、いいじゃん。で、清田、おお、マッキーが打った、イエーイ。あ、オッケー、清田も強そう。大悟はちょっと見えかもしんないな。はい、滝口、粘り打ち持ち、うん、悪くない。はい、俺たちの FA です。今回は俺たちの FA をやっていきましょう。お願いします。大野さん、第二星で取っとこうか。塩見さん、タオリー田中健さん、小林さん、あ、小林さんがキャッチャー D になってる。へぇ、C だったのに。ピッチャーはとりあえず頭数用意しておきたいなってのがありまして、外国人は獲得禁止。はい。ただ、自由契約は取れますよっていう部分で、とりあえず、もう、うわ、エスコバさん取りてー。3億2000万じゃね、さすがにね、よくないね。フランコさん強いね。多分、もうちょいミート高いと思うけどな。森原さん取りましょう。はい。そうだね。ビーリー。そんなに強い人いねえな。もう一なんかいるかなって思ってたんだけど。あんまりいなかったわ。あ、かけるまさん弱くなってる。なぜ取るよ、俺は。アンダーソン。ポンセ。溝脇。坂本。メネズ。国家。メネズ国家欲しいけどね。取ったらダメなんで、縛り的に。ピッチャーの頭数やっぱ取っときたいです。はい。なので、いっぱいピッチャーを取っておきましょう。メラニシ。さあ。長谷川。いないよ、いいのか。ああ、エリオット強い。俺もエリオット欲しい。いいがも欲しい。いいな、いいが。いくら以下のとかだったら取れるようにやりダメだ。そういうの、そんなにしちゃったらマジ。エイユット。できちゃうからね。よくないね。はい、こんな感じでございますね。はい。こんぐらい取っときゃいいっしょ、ピッチャー。とりあえず、足りると思うな。こんだけ取っとけば。よし。このまま、皆さん、留学と覚醒シーン見ていきましょうか。留学と覚醒です。覚醒ワンチャンあるからね。頼むわ、マジで覚醒。留学地は、ヨーロッパに行っていただきましょう。ヨーロッパに、守備を鍛えに行ってほしいです。守備を鍛えにとは言いましたが、誰に行ってもらいましょう。問題は誰に行ってもらおうか。レギュラー組、レギュラーになりそう組でもいいんだよ。迷うな。誰がいいんだ。イクミさんあたり行ってもらおうか、いっそ逆に。イクミさんだな。イクミさんと、ピッチャー行こうか。大津さん？それとも大野さん？大野さんだな。二人行ってこい。行ってらっしゃい。覚醒はありますか？ありました！やったー！モモゼー！来たわ。俺の戦略通りでしょ、これ。1年間終わりました。はい。何位だったんでしょうか？何勝したんでしょうか？あ、35勝しました。去年の倍勝ってますね。すごいです。はい。来年は100倍だった、脱却できそうです。見ていきましょう。都市的。こんな感じになってたの。あらら。大変なことになってたの。なんか大変なことになってますね。なんか大変ですね、これは。これは大変ですね。はい、見ていきましょうか。田上さん、こんな感じ。はい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 、こんな感じ。なんでこうなってたの？勝手にあれか。映るからか。そういうことね。なんか、あんまりやめてほしいな、言えるの。はい、こんな感じでございました。1年目はこんな感じです。あとで、ちょっと登録設定だけいじっておきます。はい。で、そうだ。今、悪くないんじゃないかな、三河は。2割2分9人5本で35盗塁。なかなかにいいんじゃない？1番バッターとして本当に優秀だと思う。岩原エラーついちゃったけど、かなりいい感じですね。はい。なんか留学行かしたらかなり化けそうな感じするな。この二人留学行かしたらさらに化けそう。三森さん、強い。三森さんいいね。さすが三森さん。はい。まさきさんもいいね。で、イクミさんはちょっともうちょっと打ってほしいな。野村谷さん、覚醒したんすよ。なんなら多分今回ワンチャン最大覚醒だよ。清田エグ。
吉田さん、吉田さんね、もう覚醒したのよ。えぐいよね、吉田さん。かなりえぐいと思うね、海野さん。あ、感じでございます。はい。誰かなんか今回、あれ撮ってないかな、ショー。三森さんがベストナイン。さすが、三森さん。そして、クリリンが、今、ヒット打ったね。三河さんゴールデングラブ。三森さんもゴールデングラブ。矢原もゴールデングラブ。三河が、新人王。素晴らしい。新人王は取ってこで、積極的に使っていくっていうところがうちのヒットだからね。今のところ1から4番までは割とレギュラー決まってるんですけど、それ以外は決まってないですからね。あの、お楽しみいただければと思います。これからもどうぞお願いします。はい、そんな感じでまた皆様次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ、バイバーイ。